はい、YouTube 皆さんこんにちは、アニマルランドにようこそ。今回はですね、戸越峠というところを登っていこうと思います。戸越峠というのは愛知県にある、瀬戸市と豊田市の、こう境目にある、峠なんですけど、まあそこのね、峠を豊田市側から登ります。はい、スタートしました。今ね、スタート地点を通り過ぎたところです。はい、時間がね、もうちょっと夕方に近いというか、まあまだまだ明るいんですけど、4時近いのかな。日がね、まあ西側にね、大きな山があるんで、そこに沈んでいく太陽を見ながらみたいなね、そんな状態に今絵はなってます。はい、ここはですね、2.6キロの距離、 2.66キロで、平均勾配が 5% で、最低高度、まあ下がね、先ほどのスタートしたところが217メートルで、頂上が355メートル、まあ138メートルのね、登りになります。そんなにね、長いところではないです。はい、クライムカテゴリーとしては4級ですね、になります。なんで、まあちょうど登りやすいというか、まあ初心者の人でも最初にチャレンジするならいいかなっていうような場所になります。はい、まあここはね、有名な雨沢峠に結構近いところで、雨沢峠よりね、少し、一つですね、一つ南になるっていうんですかね、もうこのすぐ北というか、この北側に山があるんですけど、その向こう側が雨沢峠みたいな、そんなような位置関係になります。なんでね、よく雨沢峠と戸越峠って比較されたりとかしますけど、まあ雨沢の方がね、大きさが、まあ、もっとこの倍ぐらいの大きさがあるんでね、まあ、だいぶ違うんですけど、そんなとこになります。はい、ここはね、東側からと西側から登ってくるんですけど、今はね、東側から登ってます。こちらの方がね、少し勾配が急で、西側の方はね、つづら折りがない、結構直線的な坂になります。そういうとこの、そういうとこですね。ちょっとその辺の違いがあります。なかなかね、登りやすい坂ですね。特にね、勾配が上がったり下がったりっていうすごい変化がそんなにないんで、なんですか、こう足に負担がかかりにくい坂っていうんですかね、そういうイメージを僕は持ってます。やっぱりね、雨沢がすごい足に負担がかかる坂なんで、それに対してだいぶ楽だよっていうような感じはしますね。はい、ここはね、結構僕にとって思い出のある坂で、100キロライドを一人でやったことがあるんですけど、その時にね、60キロ目ぐらいでもう膝が痛くなっちゃって、これはもう帰るのやばいなっていうぐらい膝が痛くなって、どうしようかなって思いながら、最後の最後ね、この坂を登るというその状態でね、もうダンシングができる状態ではなかったですね。そんなような時にここ登ったんですが、その時にここは13分ぐらいで登りました。この坂はね、早い人で6分台ね、コムの方ね、6分台で登ります。そんなような坂なんですけど、今回僕は何分ぐらいで登りますかね。まあ一応10分は切るような速度では登れるとは思うんですけど、さあどんな感じでしょうか。ちょっとお付き合いください。もうちょっと行くとね、つづら折りがあるんですけど、
この時ね、もうすでにこれ2本目で1本もう残ってます。で、コトさんとね、マコスさんが、途中で休憩していて、その間に僕はもう1本、まずは頂上まで行って降りてもう1本上がってくるっていうのは、そんなような、感じで走ってました。なんでもう少し行くと、コツさんたちが休憩しているところを通るはずです。はいはい、もうすぐですね。ここ右曲がるとかな、つづら折りの最初のつづら折りのところに行くと思います。はい、この辺りはね 5%、 あ、来ましたね、来ました来ました、ここです。ちょっとね休憩所みたいになってるでしょ。ここにコチョさんと、もう一回行ってきます。はい、でここつづら折りなんですけど、はい、こんな感じです。つづら折りなんですけどね、ここで急に勾配が上がったりっていうのはないんですよ。なんでずーっと 5% ぐらい、 5% 前後ずーっとキープしたまま登っていく感じになります。でね、この後またもう一つ折れます。でもう全部で3つかな、まあ4つっていう人もいるかもしれないですけど、だいたい3つ、急なのが2つと緩いのが2つみたいな感じでつづら折りがあります。はい、ちょっとねこの草、左側の草ね、買ってほしいですね。これね、この草のおかげで結構真ん中辺走らなくちゃいけなくなっちゃうんですよ。なんで、車にね、車走る方にね、本当に非常にご迷惑になってしまうんで、ぜひ草は買ってほしいなと思いますね。これぐらい草がないと本当に白線の上とか、それぐらいのところまでね左側寄れるんでいいですけど、あんだけね、このガードレールから50センチぐらい出てるところとかあるかな、すごい出てるところがあるんですよ。そういうとこはね、さすがに突っ込むわけにいかないんだよね。真ん中に走っちゃうことになっちゃいます。はい、この日ね、平均時速 17.9 キロ、でマックスで25キロ、 25.6 キロで、登りました。でね、ケーデンスは平均93でマックスが107ぐらいですね。で心拍数が、146、マックスが155、結構ねいい感じで上げることができましたね。この時はパワーは、平均が238ワットで、マックスが388で上がりました。ちょっとねいい感じで頑張れたんじゃないですかね。結構出せた感じの、走りですね。これね記録見て、あ、なかなかこの数値はちょっといいなとか言って自分でも思ってました。はい、そんな感じで登ることができました。はい、ぼちぼちゴールになります。もうね、ここの今上がりきったところのあたりがゴールです。はい、今回の動画面白かったな、参考になったなっていう方、ぜひグッドマークよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方、ぜひよろしくお願いします。はい、もうゴールですよ、ゴール。ではバイバーイ。アニマルランドでは他にもいろんな動画、こんなの、いやこんなの配信してます。ぜひ見てくださいねー。